それではパート2行きましょう。残り5パックですね。あ、当たったっぽいな。ちなみに前回の動画ハットすまん買ったすまん買った1個500円なんですね。これで残り5個でこれが出る勝ち。 OK。 ほい、コルティオールですね。コルティオールはあれですね、12秒受けるので、まあ普通に強いと。ただまあ上位互換っぽいのにホーリーがいるんで、このエンジェルコマンドドラゴンっていうのをどう差別化していくかが勝負だと思います。わーいわーいなんかもう最初に角が出たらもう何もあれですよね、何も心配せずに向けますよね。あ、なんか当たったわ。このジアス実は1枚じゃないんですよ。あの結構ボロいな、結構ボロいけど十分ですね。当たりは何でも OK やわすげえマジかよこれはあれですね、多分前回出したあのクリ、なんだっけ、ファイナルメモリアルパックの調整が効きましたね。お、ウェイオーだ。ウェイオーは最初期のオールデリートに入ってましたね。じゃあラスト。おお、マジでいってんの？これはやばい。これは低評価だ。これは低評価だ。ちょっと当たったものを振り返ってみましょう。これは低評価でしょう。皆さん高評価ボタンお願いします。5500円分ですね。5500円分開けまして、ジアスが4枚でしょ。でラストストームと核でサイクリカレッドゾーン Z が4枚、ジェニーが4枚。皆さん富山にお越しの際はぜひ漫画倉庫へ。